みなさん、こんにちは。ヒーリングライフスタイルへようこそ。ブレイントレーナーの中原亜子です。今日は脳活性化、リズム体操で脳活性化、上半身編をさせていただきます。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。前回顔編をさせていただきました。この絵を見ていただいたらわかると思うんですけども、顔の中にはたくさん筋肉があります。その中でも喜怒哀楽と顔の表情を作る筋肉が表情筋っていうんですけども、その表情筋は、ほっぺたの方のここの方ですね。ちょうどマスクをするとマスクの中で隠れているところ部分が表情筋って言います。この表情筋を使わずにそのままにしていると衰えてきます。そうするとシワやたるみの原因になってきます。またそれだけではなくて脳もすごく衰えてきます。なので前回はその筋肉をたくさん動かすリズム体操をしてみました。ちょっと前回やってみたのはどんなのかちょっとやってみますね。例えば口の中に空気をいっぱい入れます。こんな風に。で、空気を思いっきり吸います。右側に空気を入れたり、左側に空気を入れたり、吸ったり。目を上下にしたり、鼻の穴を膨らませたり、へこませたり、耳たぶを引っ張ったり、ぐるぐる回したり、頭を叩いたり。そういうことをしながら、音楽に合わせてリズムに乗って、前回はしていきました。それでは少し前回ご説明させていただいたことを、今から少ししていきますね。まず、運動するには、有酸素運動と無酸素運動があるんですね。そして、今日するリズム体操は、有酸素運動なんです。有酸素運動とは、筋肉への負担が比較的軽い運動なんですね。そして、逆に無酸素運動とは、どういったものなのかと言いますと、短距離走などの短時間で、筋肉に強い負荷をかける運動のことを言います。はい。では、リズム体操とはどういったものなのかと言いますと、その有酸素運動と知的活動の両方の要素を含んだ体操なんですね。なので、脳活性化につながっていきます。音楽に合わせて運動すると、音楽のリズムやテンポで脳を理解します。自分の体を音楽に合わせて動かすので、その動きが音楽に合ってるかどうかを判断しながら行っていきます。なので、複雑な脳の動きが必要になってきます。また、運動能力の向上や、健やかな心の育成、認知機能の発達があります。例えば、乳幼児期は運動能力が著しく向上するので、この時期に高めておくと、その後の運動能力に良い影響を与えます。また、五感を刺激されるため、豊かな感性、集中力、やる気、表現力などが育成されてきます。そして、体を動かすときに瞬時に状況を判断する思考力が必要になってきます。なので、想像力や脳も発達してきますね。では、リズム体操はどんなメリットがあるでしょうか？例えば皆さん、自分の好きな曲を聴くとどんな感じしますか？ワクワクしてきませんか？はい。好きな音楽を聴くとワクワクしますよね。体を動かすのが苦手な方だったり、運動するのが少し嫌だったり、そんな方でも楽しい気持ちで長く体を動かせるんですね。音楽に合わせて体を動かすので、その次の動きを記憶し、自然に体が動くようになってきます。記憶力を高めるってことですね。そして、リズムに乗って体を使って表現します。
なので表現力を磨いていきます。総合的に脳が活性化するっていうことですよね。前回はこのようなここまで皆さんにお伝えしていただきました。また顔を使ってリズム体操をすることで顔の表情筋が少し和らいで、またどんどん鍛えられて脳も活性化し、お肌も綺麗になってシワも伸びていきます。きっとコロナ禍で日常生活がね、マスクで、ずっとマスクをしているので、なかなか動かすことをしないと思いますが、少し気にかけて動かしてみてはいかがでしょうか。これが前回までのお話でした。そして私事なんですけども、私の母は今80歳になるんですが、3年前に脳梗塞になりました。すごく危機的な状況だったんですけども、頑張ってそれを乗り越えて、無事退院しました。そして日常生活も送れるようになりました。今まだちょっと左半身が不自由ですけども、それでも頑張って一生懸命動かしています。退院して1年ぐらいですね、もう毎日、母の口癖が、ああ、あれはどこ行った?これはどこ行った?あれがない?これがない?と、毎日、口癖のようにそういう言葉を言ってたんですね。それで一日中、物を探していました。それがある時、何かのきっかけで、近所にあるリズム体操をし始めたんですね。少し動きにくい体でしたけども、一生懸命動かしながら、だけど音楽を聴きながら動かすので楽しいんだっていうことをよく言っていました。そして今ふっと気づいたんですけども、母の口癖、あれがない、これがない、どこ行ったっていう口癖がなくなってたんですね。今はそういうことを一言も言わなくなりましたし、物を探すこともほぼなくなりました。その母を見て、音楽、楽しい音楽に合わせて体を動かすことで、本当に脳が活性化して、本当に元気になるんだなっていうのを間近で見てすごく嬉しく思いました。もしかしたら皆さんの周りにもそんな方がいらっしゃるのではないでしょうか。嬉しいですね。そういう方がいらっしゃると本当に心が温かくて嬉しくなります。そういったことを私は本当に皆さんに伝えていきたいなと思って、この講座をさせていただきました。そして今日は、ここまで私のちょっと身近な話なんですけども、はい。今日は、そして上半身だけでリズム体操をして、そして脳を活性化して、お肌もピカピカにして、綺麗になって帰っていただけたらなと思います。それでは、今から少し、リズム体操をしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、 SNS でのシェアもよろしくお願いします。